アベマオリジナル恋愛番組、シャッフルアイランドシーズン2、毎週火曜夜10時から11時、アベマスペシャルチャンネル、第3話が、アベマスペシャルチャンネルにて7月19日に放送された。本番組は、南国、グアムを舞台に、男女それぞれが、2つの島に集まった状態でスタートし、その島に存在する、1日に1回は必ず、もう一つの島からメンバーを指名し、入れ替わらなければならない、というルールのもと、毎日、男女が島を入れ替わりながら、恋人を探していく恋愛番組だ。番組オープニングでは、先日のシャッフルタイムで勝利をつかみ取ったエマの指名を受けた一星が、アイランドピンクに到着し、和気あいあいとした雰囲気で自己紹介が行われるが、突如、島にもう一隻の船が現れ、何も聞かされていなかったメンバーたちは大パニックになる。そして、どういうこと、新メンバー的な感じ、と困惑の表情を見せる中、その後、番組史上初の新メンバー、アベマ恋愛番組、恋する週末ホームステイに参加していた花が登場すると、メンバーたちは驚きのあまり声にならない。また、動揺が隠しきれない現場の女性陣に対し、颯爽と現れた。透き通るような白い肌と、目鼻立ちのくっきりとした顔立ちの鼻が、昨日、男性の方の写真を見せてもらって、気になる方がピンクにいたので、こっちの島に来ましたと宣言しながら、美容インフルエンサーのリョータを2ショットに誘うが、現在、ミリンに好意を寄せているリョータが、ミリンへの思いを伝える。一方、一星を2ショットに誘ったエマが、二人きりになった際に、年下が好きで、最初から一星を、いいなと思ってて、だから、誘いたくて呼びました、と打ち明けると、これを聞いた一星は、マジですか、と喜ぶ。実は自分もエマが気になっており、シャッフルをかけた指名バトルで勝った場合、エマを指名したいと思っていたと告げながら、じゃあ、お互い印象に入ってたってことは、運命ですね、めちゃ頑張ってくれて、それで選んでくれたから嬉しいです、と笑顔を見せた。お互い立候補せずに島に残る。そんな中アンドリューは、一途に思い続けているミリンと二人でショッピングに出かけると、せっかくだからお揃いのものが買いたい、と提案し、お互いのブレスレットを選び合うことにする。その後、二人は、購入したブレスレットをお互いの腕につけ合い、仲睦まじい様子を見せる。しかし、その後にアンドリューが、笑顔を見せるミリンに手を差し出すと空気は一変し、気づいたミリンがすぐに自分の手を重ね、そのミリンの手を取ったアンドリューが、そのままナチュラルに恋人つなぎへ持っていき、笑顔でミリンを見つめる。良い雰囲気の二人が、次に行われる立候補生のシャッフルタイムでは、お互い立候補せずに島に残る、と伝え合い、さらに、アンドリューに関しては、俺はもうミリンに決めてるし、ミリンが好き、と告白までしてしまう。